人に1本かな。帰りも30分1本ぐらい。武田神社に着きました。多分3回目ぐらいだと思います。この前はどんぶり屋さんと、普通のニワトリですか？ちょっとなんか顔違くない？こんにちは、めっちゃ可愛い。スレバンの会に来てもらえるんですけど、ホテルに着いたら外に出歩きたくなくなるだろうなと思って、このままご飯を食べてから入りたいと思っています。あー、戻った。石庭かと思ったら石庭だった。
じゃない？着いた。おこもりして頑張ります。ただいま9時半前朝のご飯を食べて、貸し切りで展望露天風呂に入り、ちょっと元気が出てきたのでサクッと持ってきたノルマを片付けてお散歩行くから待っててね。のどかー。散歩に行きますよ。ぶどう畑かな。高速バスの切符が買えそうな。ちょっとあそこに八幡様がある。広い。綺麗なんでしょうね。あ、クマ様が好きです。お邪魔します。360度山に囲まれてる。さすが甲府盆地ですね。これが高速バスのバス停で、向こう側に残念ながら足がない。どうしよう。歓迎工場見学って書いてるけど閉まってる。オープンって書いてる。なんと5種類試飲していいんだって。デラウェア、試飲させてもらったらさ、ふわっとしてまんまといっぱい買っちゃうよね。散歩楽しすぎて。あとは送りました。あの地方発送ですね。なんかもうちょっと満足気味なんですけど、マルシュがあるから入ってみる。農産物直売所だ。野菜とかなのかな。こんにちは。今だとワインがメインになっちゃうね。
今もうルート割っちゃうから。なるほど、冬ですもんね、はい、ワインを作るようになって、黎明期にお二人の方がフランスに行って木を持って帰ってきてとか、そういうお話を聞かせていただきながら飲んで買ってきました。で、4月上旬ぐらいから桃の木が一斉に花が咲いて、マラソンがあるんですって。桃の木の間を走って歩くのと思うんですけど、とかで、4月の下旬ぐらいからさくらんぼが出始めて、そこからその後何って言ってたかな、さくらんぼの後ぶどうが出てきて、シャインマスカットが出てきてとか、その辺りからフルーツ王国になるみたいなので、ぜひこのさっきの店きっといろんなお話を聞けて面白いと思うので行ってみてください。人の話を聞かせていただくのって楽しいですよね。山梨は石ころだから田んぼが作れないから、みんなブドウを作ってそれでワイナリーになったんだよっていう話とか、気候がちょっと変化してきて温暖化の影響があったりして、山梨よりも十勝とか北海道の方にブドウの生産地が移ってたり、長野の方で作っていたりとか、長野の方で作ったブドウをこっちの方でワイナリーで製造してブドウ酒になってたりとか。ワイナリーっていうのは戦後にできたところが多くて、その前はなんとかブドウ酒っていう名前のお店になっていますとか、本当にすごい面白かったです。お話聞けて忘れがありました。私本当油断するとご飯食べるの忘れちゃうんで、なんか買おうかな。本当ね、こういうのどうかと思う。出てきた。